東京、上野動物園のジャイアントパンダ、メスの赤ちゃん、シャンシャンが一般公されてから初めての休日の23日、動物は多くの家族連れで賑わっています。上野動物園で誕生したジャイアントパでは29年ぶりとなるシャンシャンの公開は今月19日から始まりました。初での休日の23日、動物園には午前、時半の開園前から多くの家族連れが訪れした。開園すると、シャンシャンと母、シンシンが一緒に公開されているパンに次々に入っていきました。シャンヤンは部屋に設置された木に登ったり横を気になって寝たりしていました。ウゴ、エンは、シャンシャンの負担と園内の雑、避けるため、来年1月末まで観覧で、る、は1日400組を目安にしていて、23は倍率が年内では最も高い144倍となりました。10歳の女の子は、シャンヤがお母さんの後をついて歩いたり、